マンチェスターシティのジョゼップ・グアルディオラ監督は FW リオネル・メッシがこそが史上最高の選手との見解を示している。イタリアのテレビ局によるインタビュー番組ケテンポケファに出演したグアルディオラ監督はバルセロナ指揮官時代の教え子メッシが最強であるかと問われて肯定することをためらわなかった。メッシが最強かテレやマラドーナへの敬意を書くことになるだろうが 私にとってはイエスだ。練習で彼のような選手を見たことはなかったし、そんな調子を15から20年も継続できるなど、筆舌に尽くしがたいよ。メッシを間近に目にすれば、タイガー・ウッズやマイケル・ジョーダンのことを思い浮かべることになる。私たちは彼らと同時代を生きるという幸運に恵まれた。彼らはソレンティーの監督の映画作品、グレートビューティーそのものだ。グアルディオラ監督はまた、 バルセロナのフットボール哲学を形作った子ヨハン・クライフ氏についても言及。選手時代の恩師でもある同志が、自身の人格形成に大きな影響を与えていることを強調した。今の私の人生とキャリアは、クライフなしではありえなかった。戦術について多くのことを学ばせてもらったが、何より人間的観点から今の私を作り上げてくれたんだ。彼は天才だった。 唯一無二だった。私は彼のおかげでフットボールを愛したんだよ。その一方で、チャンピオンズリーグで対戦を望まないクラブを問われると、やはりフルスバルセロナの名を挙げている。良い質問だ。それはおそらくバルセロナだ彼らに対して抱えている愛情が、私のことを打ち砕いてしまうだろう。私はバルセロナに近い町で生まれた。彼らと対戦するなんて、決して簡単なことではない。